ハム上原、1500万円アップでサイン、山崎幸也加入に厄介なライバルが来た。日本ハム上原健太投手が1日、エスコンフィールド北海道で契約更改交渉に臨み、今季年俸2400万円から1500万増となる3900万円金額は推定でサインした。先輩なので仲良くしてほしいけど、投手はしっかり持って競っていきたい。似たような背丈で似た角度を持っている。来季からは本当にライバルとして勝負していきたいと意気込んだ。明治の先輩後輩か。上原ようやくここまで来たか。上原めっちゃ上げてるやん。もっと危機感持ってくれや。うながって超える成績は頼むぞほんま。この二人くっそ仲良いんだよな。試合前いつもイチャついてる。正直戦力レベルになると思ってなかったわ。よほど幸也とタイプに出るか。来年は初めからローテの計算に入ってるからな。結婚もしたし会ってくれないと困るわ。万世型なのかよ。ここまで持ちこたえたわ。3年前に消えてもおかしくなかった。まあ上原はなんだかんだでようやってたわ。ローテは死守できるかね。山崎はエラー地獄の守備陣に我慢できるんだろうか。芝が短くなったエスコンを信じろ。